初球、バットが折れたんですがライトに運んでいます。インサイド、これもバットが折れた。3連打、セカンドランナーは回ってきます。先制のホームに向かってくるオリックス、1点先制。昨日に続いてオリックスがまずはゲームを動かしています。3連打、そうですね、先ほどリポートの中にありました今日は勝負をするというバッテリーだったんですが、柳田の打球はフェンスへ流れている間に柳田はセカンドを落とし入れました。バットが折れましたが、しかしツーベースにしました柳田です。バットをへし折られましたが、今日もレフト前が1打席からヒットを打っています。これで1塁2塁、しおられながらもしっかりとレフト前ヒット、2者連続ヒットでランナー1塁2塁です。センターの前に落ちます。さあ中田翔はサードを回っています。バックホームはされません。中田翔3点目のホーム、エアーのタイムリーと、よく走りましたよ中田翔。速いボールをバットを折りながらヒットにした秋山、三塁に行きます。ペレスの前、今日初ヒット、4番に入っているメヒア、バットを折りながらボックス1番に戻って糸井です。初球打ち、ライト前に落ちます。セカンドランナーもサードを回っている。バックホームできません。糸井の先制2点タイムリーヒットになりました。糸井です。しびれたと言わんばかりのリアクションですけどもね。本当にいろんなところを守れる、吉村選手がサードも持ったり、いや、大谷が高めのボール強引に打っていきました。今日2本目のヒットということになりました。そしてバットが真っ二つに折れています。そして佐藤ピッチングコーチがここで出てきて、工藤監督も立ち上がりました。次が右の中田翔ということで、どうやら森君交代。バットが折れた三遊間、中村グラブに当てて投げられません。記録はヒット。先ほどいい打球、中国戦で投げた時には第1打席でホームランを打って援護しました。この打球はショートの幹の向こう側に落ちました。バット真っ二つだったんですけどね、バットとボールが一緒ぐらい飛びましたね。6回の表、バットが折れてセカンドの頭上を越えた。浅村取れません。二塁ランナー三塁ストップ。バットを折ったんですけども、これがまたライト前ヒット。バット折れましたけれども、これがいいところに打球は飛んでいきました。銀次今日2本目のヒットです。バット折れました。ライトの前、ライトの前、ライトの前、ワンバウンド、浅村も帰ってきました。1点差、バットを折りながら浅村タイムリーヒット、3対2になりました。いや、よく、このスライダー、しっかりと何か待っていたようなスイングになりました。ツーアウトからのシングルヒット、ピッチャーからしたら嫌でしょうね。何かこうしっかりと考えているような対策をね。レフトへバット折れながらワンバウンドでヒットになりました。ノーアウト二塁一塁。H ピッチングコーチが大谷の元へ向かいます。右中間、ライトが突っ込んでまいります。ワンバウンドキャッチヒットになりました。4番の井口が若干詰まりながらもライトを左前方へヒット。これで日米通算2250安打達成ということになります。思います。折れながらですが、セカンドの頭を越えました。もう僕が悪い運動とかじゃなくて、打席の中で自分の感覚というか、ランナースタートを切っていました。バットを折られてセンター前に落ちています。ランナースタートを切っていたので、石井一成は悠々とサードへ。一塁三塁と松本剛、今日2本目のヒットです。正面を期してしっかりとね、これはバットを折られながらもヒットになりました。なんか起こしてほしいですね。いやでも重心の話しましたけど、松井裕樹ちょっと重心上にありそうですけど、彼それ分かっててね、セットポジションの時の本当の意味のへその重心、へそのあたりの重心というのは地面に近づける努力、これをね、よく考える必要がありますよ。外の変化球、バットが折れたんですが、ジャンプして取れない。大城の頭の上、越されてしまいました。レアードライトへのヒットでツーアウトランナー一塁、三者凡退はなりませんでした。ファイターズ今日3本目のヒットです。センターの前に落ちる。今シーズンの初安打です。ツーアウト一塁、ワンボールワンストライク、バットが折れて、この打球が左中間が真ん中割っていった。さあこの打球は伏見が三塁で止まる。バッターランナーセカンドへ、バットが折れたんですが左中間、力で持っていきました。折れてあそこまで飛びました。バットが折れて一二塁間を破っている。三塁ランナーがホームイン、セカンドランナーも帰ってきた。ライトからの返球、サードは今日はバランスがあまり良くなかったのですが、ゲームの中で修正していくことができました。毎回のようにランナーを出してしまう。11分の6ですね。サード後方転がっていきました。抜けました。太田大志4試合連続打点、5対4。太田大志がツーボールダッシングから、初球ファウルボール、これは詰まってショート後方センターどうか、これはボール落ちています。センター武田健が突っ込んで、最後はボール飛び込んでいったんですが、ボールホームです。今度落とすボールですが、この当たりバットが折れてそのまま飛び込みました。なんという力でしょうか。バットを折りながらも見事にライトスタンドへ持ってきました。今シーズン第19号ホームラン。何か吉田バットを折りながらセカンドの頭上、その前の所沢ではバットを折りながらホームランというねシーンもあったんですが、さあここはランナー出て、これはバットにまっすぐ乗せました。もうすでに4試合連続ヒットですが、3試合ぶりのマルチヒットということになりました。バット折れてますからね。43試合目という今季の登板です。バット折れたようですがセンターへ抜けていきます。グラシアルのヒットは今日初めてです。バットが真っ二つという粉々になってましたが、先に当たりましたけどね。バットが折れた、センターが前進する。木村文和のヒット、先頭バッター進みです。ノーアウトランナーが一塁、この辺はみんな競争ですからね。バットを折りながらセカンドの頭を越していきました。近藤健介粘って粘って今日2本目のヒットを見ました。いや見事ですね。これもしっかりとしたバットの角度で捉えてる。バット折れながら外野と内野の間に落ちましてヒット、これで今日マルチ2本のヒットになりました秋山翔吾です。バットが折れてセンター田中が突っ込んできますけども、その前です。ツーアウトから松田にヒットが出ました。取らえる、バットを折れながらレフトに運んだ。二塁ランナー三塁回った、バックホームはされたが中継今ホームイン。スパイネのタイムリーヒットで追加点、3対 1。 に対していいバッティングです。プロ入り初安打松田慎。まあ3ボール1ストライク、バッターにとっては一番打ちやすいカウントだっていう、まあ、バッティングカウントね、積極的に打っていった。バッターボックスには栗山が入っています。何か腕一本で放っていったというようなバッティングに見えました。初球から捉えていってのセンターへのヒットです。山川は取れる、三遊間から抜けてヒットだ。なんとかヒットは打ちました。レフト前ヒット、このヒットホームイン。いやね、また盗塁と。いや本当ですね。そうですね。でスパイネ勝ち越しタイムリーヒット、5対4、ホークス1点リードを奪いました。詰まったな、もうこの力で持っていかれた。これはもう完全な力ですね。力負け、重く詰まらせてバットを追ってるもん。バット2つです。まあ投手ですから。はい。いい当たりだ、バットが折れている。レフト線、長打コース。太田大志一塁を蹴って二塁へ。バットを折りながらレフト線へ運んでいきました太田大志。0です。バットが折れる。レフト線はベアが入るか、ベアになりました。俊足の源田が二塁から三塁へ、打ったバッターも二塁へ。ノーアウトランナー三塁二塁。バットは折れたんですが、打球はレフトの左、ツーベースになってライオンズ9打数4安打。バットを折られましたが、セカンドよく取っているが、福田一塁送球はできません。できましたが間に合いません。福田のね、懸命なプレーでしたが、今度は、これはね、内野安打になっています。ツーアウトでランナー一塁。初球はボール、2球目ピッチャーの横、中村追いついて一塁へと、これは内野安打。好プレーですが、これは秋山の足が勝ちました。バットが折れて、少しでも1イニングでも多く投げなきゃっていう感じの投球に変わってきてるんですよね。バットを折りながらセンター前です。本来140キロというのに150後半投げるピッチャーですから、力をセーブしながら一発で取ろうという。